遥か昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海と、どこまで行っても尽きない空だけだった頃、二中の巨大な神が生まれた。巨神と鬼神、互いの存亡をかけて戦い、そしてムクロとなった。それから幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は鬼神兵によって蹂躙されていた。右翼の乱れに乗じて進軍た。機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな、ダンバン戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで後退。そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの世行きだからな。ちげねえ、そいつはとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何、引かなきゃ死ぬが、引けば未来はつかめない。なら掴もうぜ未来。何、俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼か、ディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合うぜ。貴様の死に顔を拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さーて、ダンバンよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き意地だよ、バカじゃねえのか。死んじまっちゃ冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバンの野郎をおとりにして適当に隙を見て。本体のお出ましか。どうあっても俺たちを滅ぼしたいらしいな。奴らもそれだけ必死なんだろう。
なら勝機はあるさ。だな。敵将ムーカ、行くぞ。指し者の英雄様もそろそろ限界のようだな。ムムカ、どこ行く。そっちは悪いな。騎士兵どもの狙いはてめえのそれ脳などだ。せいぜい決まって奴らを引きつけてくれよ、この俺のためにさ。ムムカ、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。悪い冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバン、ディクソン、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見計らってモナドを拾いに行けば。いっちニャー。鬼神兵ども、ホムスを、巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。はあ。